日はなさ花坂じいさん今回は日本の昔話、花咲爺さじいさんを学びながら日本語を勉強しましょうこの動画は一部二部三部に分かれ三段階のスピードで聞くことができます 一部、二部、三部の順にスピードは速くなり、振り仮名があるのは一部のみです。学習にお役立てください。はじめに、お話を始める前に、昔話、童話、おとぎ話の違いについて少し説明します。昔話、 昔話には昔から語り継がれてきた話という意味があります語り継がれてきた話なので作者が誰かは分かりません童話子供が読むことを前提に作られた物語です作られた物語なので当然作者は存在しますおとぎ話 子供に語って聞かせるための昔話や童話のことですおとぎ話の中には語り継がれてきた昔話もそして創作である童話も含まれます花坂じいさんは日本五大昔話の一つとしてとても有名な日本の昔話ですそれでは はなさかじいさんのおはなしをはじめますむかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがいましたしょうじきなひとのいいおじいさんとおばあさんでしたがこどもがいないのでかっているいぬのしろをほんとのこどものようにかわいがっていました シロもおじいさんとおばあさんにそれはよくなついていましたお隣にもまた別のおじいさんとおばあさんがいましたこのおじいさんとおばあさんはとてもよくばりでいじわるな二人でしたお隣のシロのこともよく思わずに いつも意地悪なことばかりしていましたある日、正直おじいさんがいつものようにくわをかついで畑をほりかえしているとしろもいっしょについてきてここほれワンワンここほれワンワンと泣きましたどうしたどうしたと おじいさんはいいながらそこにくわをいれてみるとかちりとおとがしてあなのそこできらきらひかるものがありましたどんどんほっていくとおかねがたくさんでてきましたおじいさんはびっくりしておおきなこえでおばあさんをよんでおばあさんときょうりょくして よっこいしょよっこいしょと掘り出したたくさんのお金を家の中へ運び込みました正直おじいさんとおばあさんは城のおかげで急にお金持ちになりましたするとお隣の欲張りおじいさんがそれを聞いてとてもうらやましがって早速、 「を借りに来ましょうじきおじいさんはだれにでもやさしくひとがいいのでよくばりおじいさんにしろをかしてあげました。よくばりおじいさんはいやがるしろのくびになわをつけてぐんぐんとはたけのほうへひっぱっていきました。 俺の畑にもたくさんのお金がうまっているはずださあどこだどこだといいながらもっと強くなわをひっぱりますむりやり強くひっぱられたしろは苦しがってやたらにそこらの土をひっかきましたよくばりおじいさんはうんここかよしよしいいいこだぞしろ といいながら掘りはじめましたが掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでしたそれでもかまわずやたらに掘りつづけるととても臭いにおいがして汚いものがたくさん出てきましたよくばりおじいさんは 臭いと叫んで鼻を押さえました。そうして怒った欲張りおじいさんは腹立ち紛れにいきなりクワを振り上げて白の頭から打ち下ろすとかわいそうに白は一声キャンと鳴き死んでしまいました。 正直おじいさんとおばあさんはシロのことを自分たちの子どものようにかわいがっていたのでとても悲しみました。しかし死んでしまったものはしかたがありませんから涙をこぼしながらシロの死骸を引き取ってお庭の隅に穴を掘って丁寧に埋めてあげました。 埋めあとはおはかのかわりにちいさな松のきをいっぽんそのうえにうえましたするとその松がみるみるそだっていきやがてりっぱなとてもおおきなきになりました「これはしろのかたみだ」こうおじいさんはいってその松をきってうすをこしらえました そうして「しろはおもちがすきだったからと言い」といいうすの中にお米をいれておばあさんとふたりでぺンタラコッコぺンタラコッコとつきはじめるとふしぎなことにいくらついてもついてもあとからあとからお米がふえてみるみるうすにあふれて 外にこぼれだしやがて台所いっぱいお米になってしまいましたすると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知ってうらやましがってまたずうずうしくうすを借りに来ました人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかりうすを貸してやりました 薄をかりるとさっそくよくばりおじいさんは薄の中にお米を入れておばあさんをあいてにペンタラコッコペンタラコッコとすきはじめましたがお米がたくさんわきだすどころかこんどもすごくいやなにおいがしてなかからうじゃうじゃ汚いものがたくさん出てきました。 臼はあふれて汚いものは外にこぼれ出しましたやがて台所いっぱい汚いものだらけになりました欲張りおじいさんはまたかんしゃくを起こし臼をたたき壊してまきにして燃やしてしまいました正直おじいさんは 嘘を返してもらいに行くと灰になっていたのでとてもびっくりしましたしかし燃やしてしまったものはしかたがありませんからがっかりしながらざるの中に残った灰をかき集めて落ち込みながら家へ帰りましたおばあさん しろのまつのきがはいになってしまったよ。こういっておじいさんはおにわのすみのしろのおはかのところまでいってもっていたはいをそこでまきました。そうするとどこからかすうすうあたたかいかぜがふいてきてパッとはいをおにはいっぱいにふきちらしました。 するとどうでしょうそこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶるとみるみるそれが花を咲かせたのです外はまだ冬なのにおじいさんのお庭だけはすっかり春の景色になってしまいましたおじいさんは手をたたいてよろこびました これはおもしろい。ついでに、いっそあっちの木もこっちの木も花を咲かせてやりましょう。そこで、おじいさんは、ざるにのこった灰をかかえて、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、かれきに花を咲かせましょうと。 楽しそうにあちこちの木に灰をまきながら歩きましたすると向こうから殿様が馬に乗ってたくさんの家来を連れて仮から帰ってきました殿様はおじいさんを呼んでほうめずらしいじじいだではそこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ と言いつけましたおじいさんはさっそくざるをかかえてさくらのきにあがり「金のさくらさあらさら銀のさくらさあらさら」といいながらはいをまきましたするとみるみるはながさきだしてやがてあたりいちめん。 桜の花がたくさんきれいに咲きました。殿様はびっくりして「これは見事だこれは不思議だ」と言っておじいさんを褒めてたくさんご褒美をくださいました。するとまたお隣のよくばりおじいさんがそれを聞きうらやましがって 残っている灰をかき集めてざるに入れて正直おじいさんの真似をしました「花咲かじじい花咲かじじい日本一の花咲かじじい枯れ木に花を咲かせましょうと」とあちこち大きな声を上げながら歩きましたすると今度も 殿様が通りかかって「こないだのはなさかじじいがきたなまたはなをさかせてみせよ」といいましたよくばりおじいさんはとくいそうなかおをしながらはいをいれたざるをかかえてさくらのきにあがりしょうじきおじいさんのまねをしました「きんのさくら」 サラサラ銀の桜サラサラと言いながらやたらに灰を振りまきましたが一向に花は咲きません。その時とても強い風が吹いてきて灰は遠慮なしにあちらこちらへバラ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 散って殿様や家来の目や鼻の中へ入りました。 こっちの人もあっちの人も目をこすったりくしゃみをしたり頭の毛をはらったりそれはもう大変な騒ぎになりました。殿様はとても怒って偽物の花咲かじじいに違いない不届きなやつだと言い欲張りおじいさんを家来に縛らせてしまいました。 欲張りおじいさんはごめんなさいごめんなさいと言いましたがとうとう牢屋へ連れて行かれました「日本昔話、ばなし花坂かじいさんはいかがでしたかあなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください」。 今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想をいただけると大変嬉しいです一部お疲れ様でしたここから先の二部では読み上げ速度が20%速くなりますそれでは二部スタートです「日本昔話」 花坂爺さん、はじめにお話を始める前に、昔話、道はおとぎ話の違いについて少し説明します。昔話、昔話には昔から語り継がれてきた話という意味があります。語り継がれてきた話なので、作者が誰かはわかりません。 童話、子供が読むことを前提に作られた物語です。作られた物語なので、当然作者は存在します。おとぎ話、子供に語って聞かせるための昔話や童話のことです。おとぎ話の中には語り継がれてきた昔話も、そして創作である童話も含まれます。 花坂じいさんは日本語大昔話の一つとしてとても有名な日本の昔話ですそれでは花坂じいさんのお話を始めます昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました正直な 人のいいおじいさんとおばあさんでしたが子供がいないので飼っている犬のシロを本当の子供のようにかわいがっていましたシロもおじいさんとおばあさんにそれはよく懐いていましたお隣にもまた別のおじいさんとおばあさんがいましたこのおじいさんとおばあさんは とても欲張りで意地悪な二人でしたお隣のシロのこともよく思わずにいつも意地悪なことばかりしていましたある日、正直おじいさんがいつものようにクワを担いで畑を掘り返しているとシロも一緒についてきてここ掘れワンワンここ掘れワンワン と泣きました。「どうしたどうしたとおじいさんは言いながらそこにくわを入れてみるとかちりと音がして穴の底できらきら光るものがありました」「どんどん掘っていくとお金がたくさん出てきました」「おじいさんはびっくりして大きな声でおばあさんを呼んで」 おばあさんときょうりょくしてよっこいしょよっこいしょとほりだしたたくさんのおかねをいえのなかへはこびこみましたしょうじきおじいさんとおばあさんはしろのおかげできゅうにおかねもちになりましたするとおとなりのよくばりおじいさんがそれをきいてとてもうらやましがってさっそく 城を借りに来ました。「正直おじいさんは誰にでも優しく人がいいので欲張りおじいさんにしを貸してあげました。欲張りおじいさんは嫌がるしの首に縄をつけてぐんぐんと畑の方へ引っ張っていきました。俺の畑にもたくさんのお金が埋まっているはずだ。 さあ、「どこだどこだ」と言いながらもっと強く縄を引っ張ります。無理やり強く引っ張られた城は苦しがってやたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは「うんここかよしよしいい子だぞ城、と言いながら掘り始めましたが掘っても掘っても 出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでしたそれでもかまわずやたらに掘りつづけるととても臭い匂いがして汚いものがたくさん出てきました欲張りおじいさんは臭いと叫んで鼻を押さえましたそうして怒った欲張りおじいさんは 腹立ち紛れにいきなりクワを振り上げてシロの頭から打ち下ろすとかわいそうにシロは一声キャンと鳴き死んでしまいました正直おじいさんとおばあさんはシロのことを自分たちの子供のようにかわいがっていたのでとても悲しみましたしかし 死んでしまったものは仕方がありませんから涙をこぼしながら白の死骸を引き取ってお庭の隅に穴を掘って丁寧に埋めてあげました埋めたあとはお墓の代わりに小さな松の木を一本その上に植えましたするとその松がみるみる育っていき やがて立派なとても大きな木になりました「これは白のかただ」こうおじいさんは言ってその松を切ってうをこしらえましたそうして「白はおもちが好きだったからと言い」といいいの中にお米を入れておばあさんと二人でペンタラコッコペンタラコッコとつきはじめると。 不思議なことにいくらついてもついてもあとからあとからお米がふえてみるみるうすにあふれて外にこぼれだしやがて台所いっぱいお米になってしまいました。すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知ってうらやましがってまたずうずうしくうすを借りに来ました。 人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかりうすを貸してやりました。うすを借りるとさっそくりおじいさんはうすの中にお米を入れておばあさんを相手にペンタラコッコペンタラコッコとつきはじめましたがお米がたくさん湧き出すどころか。 今度もすごく嫌な匂いがして中からうじゃうじゃ汚いものがたくさん出てきました臼はあふれて汚いものは外にこぼれ出しましたやがて台所いっぱい汚いものだらけになりました欲張りおじいさんはまたかんを起こし臼をたたきこわして 薪にして燃やしてしまいました。正直、おじいさんはうすを返してもらいに行くと灰になっていたので、とてもびっくりしました。しかし、燃やしてしまったものは仕方がありません。から、がっかりしながら、ざるの中に残った灰をかき集めて落ち込みながら家へ帰りました。 おばあさんしろの松のきがはいになってしまったよ。こういっておじいさんはおにわのすみのしろのおはかのところまでいってもっていたはいをそこでまきました。そうするとどこからかすうすうあたたかいかぜがふいてきてパッとはいをおにいっぱいにふきちらしました。 するとどうう。でしょうそこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶるとみるみるそれが花を咲かせたのです外はまだ冬なのにおじいさんのお庭だけはすっかり春の景色になってしまいましたおじいさんは手をたたいてよろこびました これは面白いついでにいっそあっちの木もこっちの木も花をさかせてやりましょう。そこでおじいさんはざるにのこった灰をかかえて「花咲かじじい花咲かじじい日本一の花咲かじじい枯れ木に花をさかせましょう」と。 楽しそうにあちこちのきに灰をまきながらあるきましたするとむこうから殿様が馬に乗ってたくさんの家来をつれてりから帰ってきました殿様はおじいさんをよんで「ほうめずらしいじじいだ。ではそこの桜の枯れ木に花をさかせてみせよ」と言いつけました おじいさんはさっそくざるをかかえてさくらのきにあがり「きんのさくらさらさらぎんのさくらさらさら」ララといいながらはいをまきましたするとみるみるはながさきだしてやがてあたりいちめんさくらのはながたくさんきれいにさきましたとのさまはびっくりして これはみごとだこれはふしぎだと言っておじいさんをほめてたくさんごほうびをくださいましたするとまたおとなりのよくばりおじいさんがそれを聞ききうらやましがってのこっているはいをかきあつめてざるにいれてしょうじきおじいさんのまねをしました「はなさかじじいはなさかじじい」花坂じじい 日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょうと、あちこち大きな声を上げながら歩きました。すると今度も、殿様が通りかかって、こないだの花咲かじじいが来たな、また花を咲かせてみせよと言いました。欲張りおじいさんは、得意そうな顔をしながら、 灰を入れたざるを抱えて桜の木に上がり正直おじいさんの真似をしました金の桜さあらさら、銀の桜さあらさらと言いながらやたらに灰を振りまきましたが一向に花は咲きませんその時とても強い風が吹いてきて 灰は遠慮なしにあちらこちらへバラ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 散って殿様や家来の目や鼻の中へ入りましたこっちの人もあっちの人も目をこすったりくしゃみをしたり頭の毛をはらったりそれはもう大変な騒ぎになりました殿様はとても怒って ものの花坂じじいにちがいないふとどきなやつだと言いいよくばりおじいさんをけらいにしばらせてしまいましたよくばりおじいさんは「ごめんなさいごめんなさい」さいといいましたがとうとうろうやへつれていかれました「にほんむかしばなし花坂じいさんはいかがでしたか あなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想をいただけると大変嬉しいです2部お疲れ様でしたここから先の3部では読み上げ速度がさらに20%速くなりますそれでは3部スタートです 日本昔話花咲か爺さんはじめに、お話を始める前に、昔話、童はおとぎ話の違いについて少し説明します。昔話、昔話には、昔から語り継がれてきた話という意味があります。語り継がれてきた話なので、 作者が誰かは分かりません。童話子供が読むことを前提に作られた物語です。作られた物語なので、当然作者は存在します。おとぎ話子供に語って聞かせるための昔話や童話のことです。おとぎ話の中には語り継がれてきた昔話も、そして創作である童話も含まれます。 花咲かじいさんは日本語大昔話の一つとしてとても有名な日本の昔話ですそれでは花咲かじいさんのお話を始めます昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいました正直な人のいいおじいさんとおばあさんでしたが子供がいないので 飼っている犬のシロを本当の子供のように可愛がっていましたシロもおじいさんとおばあさんにそれはよくなついていましたお隣にもまた別のおじいさんとおばあさんがいましたこのおじいさんとおばあさんはとても欲張りで意地悪な二人でしたお隣のシロのこともよく思わずにいつも意地悪なことばかりしていました ひしょうじきおじいさんがいつものようにくわをかついではたけをほりかえしているとしろもいっしょについてきて「ここほれワンワンここほれワンワン」となきました「どうしたどうした」とおじいさんはいいながらそこにくわをいれてみるとカチリとおとがしてあなのそこできらきらひかるものがありました。 どどんどん掘っていくとお金がたくさん出てきましたおじいさんはびっくりして大きな声でおばあさんを呼んでおばあさんと協力してよっこいしょよっこいしょと掘り出したたくさんのお金を家の中へ運び込みました正直おじいさんとおばあさんは白のおかげで急にお金持ちになりましたすると おとなりのよくばりおじいさんがそれをきいてとてもうらやましがってさっそくしろをかりにきましたしょうじきおじいさんはだれにでもやさしくひとがいいのでよくばりおじいさんにしろをかしてあげましたよくばりおじいさんはいやがるしろのくびになわをつけてぐんぐんとはたけのほうへひっぱっていきました 俺の畑にもたくさんのお金が埋まっているはずだ。さあどこだどこだと言いながらもっと強く縄を引っ張ります。無理やり強く引っ張られたしは苦しがってやたらにそこらの土をひっかきました。欲張りおじいさんは「うんここかよしよしいい子だぞしろ」と言いながら掘り始めましたが。 掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでしたそれでもかまわずやたらに掘り続けるととても臭い匂いがして汚いものがたくさん出てきました欲張りおじいさんは臭いと叫んで鼻を押さえましたそうして怒った欲張りおじいさんは腹立ちまぎれに いきなりクワをふりあげてシロの頭から打ちおろすとかわいそうにシロはひと声キャンと鳴き死んでしまいました正直おじいさんとおばあさんはシロのことを自分たちの子どものようにかわいがっていたのでとても悲しみましたしかし死んでしまったものはしかたがありませんから涙をこぼしながら 白の死骸を引き取って、お庭の隅に穴を掘って、丁寧に埋めてあげました。埋めた後は、お墓の代わりに小さな松の木を一本、その上に植えました。すると、その松がみるみる育っていき、やがて立派な、とても大きな木になりました。これは白の形見だ。こう、おじいさんは言った。 「その松をを切ってをこししらえました。そうして白はおもちが好きだったからと言いうの中にお米を入れておばあさんと二人でペンタラコッコペンタラコッコとつき始めると不思議なことにいくらついてもついてもあとからあとからお米が増えてみるみるうにあふれて外にこぼれだし」。 やがて台所いっぱいお米になってしまいましたすると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知ってうらやましがってまたずうずうしくうすを借りに来ました人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかりうすを貸してやりましたうすを借りると早速、欲張りおじいさんはうすの中にお米を入れて おばあさんをあいてにペンタラコッコペンタラコッコとつきはじめましたがおこめがたくさんわきだすどころかこんどもすごくいやなにおいがしてなかからうじゃうじゃきたないものがたくさんでてきましたうすはあふれてきたないものはそとにこぼれだしましたやがてだいどころいっぱいきたないものだらけになりました 欲張りおじいさんはまた感んを起こしうを叩き壊して薪きにして燃やしてしまいました正直おじいさんはうを返してもらいに行くと灰になっていたのでとてもびっくりしましたしかし燃やしてしまったものは仕方がありませんからがっかりしながらざるの中に残った灰をかき集めて 落ち込みながら家へ帰りました。おばあさん白の松の木が灰になってしまったよ。こう言っておじいさんはお庭の隅の白のお墓のところまで行って持っていた灰をそこでまきましたそうするとどこからかすうすう暖かい風が吹いてきてパッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。 するとどうでしょうそこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶるとみるみるそれが花を咲かせたのです外はまだ冬なのにおじいさんのお庭だけはすっかり春の景色になってしまいましたおじいさんは手をたたいてよろこびました「これはおもしろいついでに」。 「いっそあっちの木もこっちの木も花を咲かせてやりましょう」そこでおじいさんはざるに残った灰を抱えて「花咲かじじい花咲かじじい日本一の花咲かじじい枯れ木に花を咲かせましょう」と楽しそうにあちこちの木に灰をまきながら歩きましたすると向こうから殿様が「 馬に乗ってたくさんの家来をつれてりから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで「ほうめずらしいじじいだ。ではそこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ」と言いつけました。おじいさんはさっそくざるをかかえて桜の木に上がり「金の桜」「さあらさら」「銀の桜」 さあらさらと言いながら灰をまきましたするとみるみる花が咲きだしてやがてあたり一面桜の花がたくさんきれいに咲きました殿様はびっくりして「これは見事だこれは不思議だ」と言っておじいさんをほめてたくさんご褒美をくださいましたするとまた お隣の欲張りおじいさんがそれを聞きうらやましがって残っている灰をかき集めてザルに入れて正直おじいさんの真似をしました「花咲かじじい花咲かじじい日本一の花咲かじじい枯れ木に花を咲かせましょうと」とあちこち大きな声をあげながら歩きましたすると今度も殿様が通りかかって こないだの「花咲かじじいが来たなまた花を咲かせてみせよ」と言いました欲張りおじいさんは得意そうな顔をしながら灰を入れたざるを抱えて桜の木に上がり正直おじいさんの真似をしました「金の桜さらさら、銀の桜さらさらと言いながらやたらに灰を振りまきましたが 一向に花は咲きませんその時とても強い風が吹いてきて灰は遠慮なしにあちらこちらへバラ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 散って殿様やけらいの目や鼻の中へ入りましたこっちの人もあっちの人も目をこすったりくしゃみをしたり頭の毛を払ったりそれはもう大変な騒ぎになりました。 殿様はとても怒って偽物の花坂かじじいに違いない不届きなやつだと言い欲張りおじいさんを家来に縛らせてしまいました欲張りおじいさんはごめんなさいごめんなさいと言いましたがとうとう牢屋へ連れて行かれました日本昔話、花坂ばなしかじいさんはいかがでしたか あなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想をいただけると大変嬉しいですそれではまた別の動画でお会いしましょう